こんばんは、ゆかです。今日も動画見ていただきありがとうございます。本日も不妊治療についてお話ししていきたいなと思います。今日するお話は、以前検査で受けた子宮卵管造影検査についてお話ししていこうかなと思います。この検査は結構いろんな人が、痛いっていう風におっしゃってて、で痛みが強い検査を受ける前って不安やし、どんな検査なんやろっていう感じで結構気になる部分ではあるので、やっぱ動画で体験談としてお話ししないといけないかなと思ってこの動画を撮ります。痛みに関しては結構やっぱり人によって感じ方は違うのかなって思ったりしてて、でもそれって果たして参考になるのかどうかわからないんですけど、ただまあ私自身すごく痛みに弱いしビビりやしっていうのもあって、結構いろんな人のその卵管造影検査を受けた方の体験レポっていうのを、検査を受ける前に見てたんですよ。気になる人は気になるかなと思って、参考になるかどうかはわからないですけど、私の体験談として今日はお話ししていこうかなと思います。一つ言いたいこととしては、私自身は医療従事者ではないので、感じたことをそのままこの動画でお伝えするのと、あとは正直にお話をするので、もしちょっとでも不安な部分が多い方、もしかしたらこの動画を見ることによってさらに不安が大きくなる可能性もあるので、そういう方は、見ないようにしていただきたいなと思います。決して不安を煽るようなことは言わないようにはするんですけど、ありのままの話をお伝えするので、ちょっとそういう注意点がありますので、痛くない方はここで動画を閉じていただきたいなと思います。では、お話をするんですけれども、私が子宮卵管造影検査を受けたのが少し前になるんですけれども、一番最初のこの動画で今まで受けた検査の流れっていうのを、日付とともにお話ししてるので、気になる方はそちらまず見ていただきたいんですけれども、子宮卵管造影検査は私は2022年の10月の8日に受けましたので、今もう半年以上経ってるんですけど、その検査を受けた時にメモしたこととあとは病院側からいただいた説明書をもとにお話ししていこうと思います。まず子宮卵管造影検査っていうのは何かっていうと、卵管の詰まり具合っていうのを確認する検査なんですけど、卵管っていうのは卵子と精子の通り道なので、そこが詰まってたり狭くなってたら受精しないし、妊娠もしにくくなるので、そこに詰まりがないか異常がないかっていうのを調べる検査です。調べる方法としては、子宮内に、造影剤を入れてレントゲンで調べる検査になります。卵管っていうのは元々がもう細いので、そこに造影剤を入れるために圧力をかけるので、その時にちょっと痛みが発生するっていう感じの検査になります。私の場合は、タイミング法に入る前に子宮卵管造影検査を受けたんですけれども、クラミジアと甲状腺の結果に問題がなければ子宮卵管造影検査を受けることができるので、その検査後に子宮卵管造影検査の説明を聞いて同意書を提出しました。説明を受けた時に、次生理が来たら終わり頃に子宮卵管造影検査をするので電話で予約してくださいと言われて、10月の8日に子宮卵管造影検査を受けています。私はその検査1時に予約をしていきました。来院時間が15分前の11
2時45分に来てくださいということで、その時間に来ました。と検査前の注意点についてなんですが、食事なんですけど、当日の午前9時までであれば食事は OK で、水分に関しては当日の11時までであればお水など飲んでも OK っていうことでした。ただ、その時間以降を絶食絶水をしてくださいっていうことで、できなかった場合は検査が中止になります。月経開始後から検査終了までは避妊をしてくださいっていうことでした。避妊ができていない場合は中止になります。で、検査は排卵直前や排卵後でも避妊していれば可能ですが、その月の月経周期は検査後も避妊を続けることが必要ですということだったんですが、私は、月経終了時に、予約を入れているので大丈夫です。検査前後に中止が必要な薬がある場合は事前の指示に従ってくださいということだったんですが、特に飲んでた薬はなかったので大丈夫です。これは、私が行ってた病院だけなのかわからないんですけど、当日は自分自身での車やバイク、自転車などの運転をしての来院はおやめくださいっていう風に言われました。誰かが送り迎えしてくれる状態で来てくださいっていうことでした。これはあれなのかな、体調が悪くなって運転が難しい場合があるっていうことなのかなっていうことで、その日はなおくんと受診に行きました。で、次が濃いメイクは控えてくださいっていうことを言われたんですけど、これは検査後に気分が悪くなった時に顔色が悪くなってるかどうかっていうのを分かるために、濃いメイクは控えてくださいということでした。私は多分その時ノーメイクで行ったような気がします。で、今注意点を言ったので、次当日の流れなんですけれども、まず受付をします。で、その後血圧測定をします。順番が来るまで待って、順番が来たら内診室で着替えます。内診室っていうのがいつも卵巣をエコーで見てもらうお部屋になるんですけど、そこでいつものようにズボンとショーツを脱いで、いつもの台でカテーテルを通してもらうんですけど、そう、カテーテルを通してもらうのが痛かったです。これはその時は分からなかったんですけど、人工授精をする時に管を通す時と同じぐらいの痛みでしたので、まだちょっと柔らかい痛みというか、そこまで我慢できる痛みっていう感じです。で、その後レントゲン室、すぐ横にあるんですけど、レントゲン室に移動をして、台の上に横になるんですけど、台がだんだんこうどれぐらいかちょっと忘れたんですけど、だんだん動いていくんですよ。で、動いた状態でレントゲンを撮影するんですけど、その時に造影剤を入れるのかな、ちょっとやられてる手元は見えなかったので、どのタイミングで何をしてたかはちょっと分かんないんですけど、レントゲン撮りますって言われて、その言われた瞬間にグーってこう痛みが来てよく言われるように生理痛の重たい感じが急にこう下腹部にこうじわじわこう来る痛みがあって、痛かったです。そのレントゲン撮りますって言われた瞬間が痛かったです。だからその瞬間に圧をかけられて痛みが出てるのかなって思います。その後レントゲン室からまた内診室に戻って、中に入れた造影剤を、洗浄してもらいます。その時は全然痛みなかったです。カテーテル外す時も特に痛みはなかったし、洗浄してもらう時も、ちょっと気持ち悪い感じはしたけど痛みはないです。その後一旦待合室で15分待ってくださいっていうこと言われて、ソファーで15分ぐらい座っ
ていたんですけれども、まあ、下腹部の痛みっていうのは、まあ、やんわり回復していきます。ずっと痛いっていうわけじゃなくて、じわじわ柔らかくなってくるっていう感じ。15分経った後、またレントゲンの撮影をするんですけど、その時はズボンを脱がずに、ちょっとズボンを下に下げた状態でショーツの上から撮影をしました。その時は全く痛みありませんでした。で、その日に結果が出るんですけど、私の病院では1時から卵管造影検査を受けて、午後2時半以降に、もう一度戻ってきてくださいっていうことだったので、一旦外出をしてまた2時半ぐらいに病院に戻ってきて、順番が来るのを待ってました。検査自体はそんな感じでした。痛みのピークが来るのはやっぱりレントゲン撮影の時なんですけど、逆に言えばその時だけ、その2回ぐらいやったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、2回ぐらい撮影でズキッとした痛みが来るだけだったので、結構私その検査前にいろいろ体験した人の感想を見てたんですけど、言うほど痛くなかったなっていうのが個人的な感想です。生理痛の初日っていうか、生理痛の一番重い時っていうのを想像したら、まだ一瞬だけやったし耐えられたかなっていう感じです。もちろん痛かったのは痛かったんですけど、思ってた以上に大丈夫やったかなっていうのが私の感想です。で、これはやっぱちょっと病院によってももしかしたら痛みに差があるかもしれないので、あくまでも私の病院の場合。あとはやっぱり帰り道、私家から病院がそこまで近いわけじゃないんですけど、検査後は付き添いの奈緒くんがいるから、まあ、安心してもう検査受けた後はもう何もしなくてもいいから安心して家に帰れるっていう安心感があったから良かったかなって思います。病院から特に付き添いの人来てくださいって言われてなくても、付き添いはあった方がいいかもしれないです。それはあった方がいいかもしれない、はい。検査結果なんですけれども、その日に出るっていうことで、少し時間を置いてから、病院に行って検査結果を奈緒くんと2人で聞いたんですけど、特に問題はありませんでした。子宮の形も問題ないし、卵管の詰まりも特にないし、狭いっていうわけでもないっていうことでした。一通り卵管造影検査で検査するものが終わったので、その後からタイミング法をしましょうということで、タイミング法が始まりました。子宮卵管造影検査ってよく言われてるのが、子宮卵管造影検査を受けた後はこの卵管の通り道をこうお掃除したことになるので、通りが良くなって、検査後の6ヶ月間は妊娠しやすい体になってますよっていうことを言われて、あ、そうなんや、頑張ろうっていう感じで頑張りました。11、12、13、14、ゴールデンタイムっていうのかな、ゴールデンタイムになるんですけど、まあ残念ながら私は結果が出ませんでしたが、結構それで妊娠したっていう人もいるので、それは人によるのかなっていう感じです。多分この動画を見てくださってる方っていうのは、今から子宮卵管造影検査を受ける方も何人かいらっしゃると思うんですが、私が言いたいこととしては、痛いっていうことを伝えたいっていうわけじゃなくって、それはね、ただの脅しになっちゃうと思うんですけど、検査中ずっ
と痛いっていうわけではないので、私の場合は3分ぐらいで終わったかな。なので一瞬です、検査は。で、痛みもずっと続くわけじゃなくって、私の場合はレントゲンを撮る瞬間が痛かっただけなので、その時はやっぱり痛いなっていう感想がやっぱり強かったんですけど、こう何日か経って思うこととしては、あの時の検査ってあの痛みとしては一瞬やったなっていうのが私個人の感想です。私もやっぱり痛みにすごく敏感やし、超ビビりやから、検査を受ける前は不安やし、ああどうしよう、受けたくないなっていう気持ちもすごく強かったんですけど、受けてみたらそこまででもなかった、あの自分が想像してるよりもマシやった、まあ、結構こう構えてた部分があったので、構えていって、私は構えていった方が良かったんだなって思いました。うまくまとまらないですけど、ゴールデンタイムをつかむために卵管造影検査、皆さん痛いけど頑張って、そんな感じで、まあ、去年の10月に受けた子宮卵管造影検査の、お話を今日させていただきました。今日のこの撮影日が実は3回目の人工授精の前の日でして、明日人工授精を受けてきます。最近毎回言ってるんですけど、すごくやっぱり暑い日が続いてるので、皆さんも体調に気をつけてお過ごしください。あとはやっぱりあの夏バテ、食事が大事っていうことはすごく思ってるんですけど、夏バテであの食事も喉を通らないと思いますが、食べやすいもの、夏さっぱりしたものを食べて夏バテにならないように皆さんお気をつけください。今日あの実はあの直くんのお父さんから、ゴーヤをたくさんいただいたので、ゴーヤとあとししとうとオクラかなをたくさんいただいたので、今日はまあ私ゴーヤ大好きなんですよ。なおくんはそんなに食べれへんかもしれんけど、まあ、ゴーヤってね夏バテ予防にもなるみたいなので、今日はゴーヤを使ってあのゴーヤパーティーしたいと思います。それでは本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また受診の報告をしたいと思いますので、よかったらまた見てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。